Rallies。 皆さんこんにちは、ラリーズ編集部の土谷です。今回は世界ランキングについてお話ししたいと思います。というのも、正直な話、僕もどうやって決まるのかあんまりよく分かってなくて、今回調べてみましたというお話です。今週のラリーズ記事でもよく読まれていましたが、伊藤美誠選手の4月発表の世界ランキングが2位になりました。これは現行の世界ランキングの制度では日本人最高となります。現行制度になってから、これは何でしょうね、後ほど解説します。伊藤選手は3月のワールドツアープラチナのカタールオープンで中国のディンニー選手を破って準優勝したこと、これがランキングポイントを加算する大きな理由となりましたね。前月からワンランク上げて中国の同世代のライバルスン・インシャ選手を抜いて2位となりました。そして現在、新型コロナウイルスの影響で全ての国際大会の中止延期が発表されていますので、今回の発表をもって世界ランキングは凍結となります。男子でも張本智和選手がランクを1つ上げて世界ランキング4位となっています。ちなみに、この現行の制度になってからというのは、2018年に世界ランキングには大きな変更があったのです。簡単に言うと、それ以前はその選手がこれまで戦った全ての国際大会の成績が世界ランキングに加味されていたんですが、2018年の変更以降は基本的には1年間有効なポイントとなりました。それによってどう変わったか、これはですね、キャリアの長い短いにかかわらず、その基本的に1年間のランキングポイントのみで争うことになりますので、それまで以上にトップ選手が多くの国際大会に出て競い合うことになったのです。ただいくつかの例外の大会もあって、例えば卓球の世界選手権は個人戦と団体戦が1年ごとに行われていますが、世界選手権の個人戦の結果についてはその次の個人戦まで有効、団体戦のポイントについてはその次の団体戦の大会の開催まで有効となっています。なので通常の国際大会より重要になりますね。ただし、オリンピックで獲得したポイントについては4年間有効かというとそうではなくて、通常の国際大会と同じく1年間のみの有効となっています。4年間はさすがに長すぎるということでしょうか。そもそも誰が決めているのか、これは国際卓球連盟 ITTF ですね。ここが毎月一度月初に発表します。 ITTF の公式サイトにもワールドランキングというページがあり、選手ごとのこれまでのランキングの推移など細かい情報も掲載されています。つまり世界ランキングは毎月更新されます。続いて、世界ランキングはどうやって決まっているのか、これはランキングポイントの多い順です。ランキングポイントはそれぞれの国際大会の結果で決まります。各選手の獲得したポイントの多い方から順番に8大会、この8大会分の合計ポイントで決まります。そして大会によって獲得ポイントが違います。ここは大会によって獲得賞金が違うようなもので分かりやすいかもしれません。例えば同じ優勝でも最も格付けの高いとされるオリンピックと世界選手権については3000ポイント、ワールドツアープラチナでは2250ポイント、通常のワールドツアーでは1800ポイントなどです。2位以下についてもそれぞれポイントの設定が違います。ちなみに T2 ダイヤモンドについてはこの8大会には含めず、ボーナスポイントとして加算するというふうな細かい規定も実はたくさんあります。なので次回は今回の記念すべき伊藤美誠選手の世界ランキング2位のワールドランキングポイントを具体的に一つずつ見ていくと分かりやすいかなと思っています。では今回はこのあたりで。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。さよなら。